おはようございます。 YAB アナウンサーの八谷秀樹です。山口県のサッカーを盛り上げる番組、キックオフ山口。まずはゴリ押しちゃんのコーナーです。県内各地の一押しメンバーを紹介します。今回やってきたのは岩国市のアタゴスポーツコンプレックス。こちらで練習しているのが高水高校のサッカー部です。地区大会で優勝するなど今勢いのあるチーム。こんにちは。サッカー部のゴリ押しちゃんは誰ですか？ユーマじゃね？ユーマ。こんにちは、松本です。お願いします。こちらが今回のゴリ押しちゃん、3年の松本優馬くん。一体どんな人？練習中は真面目にしっかりやるタイプなんですけど、オフの時は、おちゃらけて、なんか面白い先輩です。努力家で誰にも負けないように頑張って、すごいなって。努力の塊みたいな感じですね。時代のこうなんか流れで生まれてきた子なんかなっていうのを感じますけど、とにかく努力家との声が多いんですが、松本くんは一体どんなゴリ押しちゃんなんでしょうか？今 YouTube 見てました。今日部活がないんで YouTube 見ながら練習してました。ゴリゴリ休日にもかかわらず YouTube でプロのプレーを見ながら一人で練習。とにかくサッカーが大好きな松本くんなんですが、実は高水高校に入学するまではずっと帰宅部でした。小学校高学年から中学校とかにかけて、やっぱりどうしても膝が悪くて、みんなと一緒にその部活動としてやるっていうことはちょっと厳しかった。小学生の時膝を痛めてサッカー部への入部を断念。友達がチームで活躍する中、松本くんは YouTube を使った自主練を始めました。一人で自主練しに行ったりしたら、毎日いました。椅子があるんですけど、そこに座ってこうやってスマホを見て、それを見て一回閉じて、その見たのを自分でやるみたいな感じです。暗くなるまで一人でボール蹴ってて、もうそこはすごいなと。他の人とかは、それぞれのチームに指導者がいて、自分にはなかなかそういう環境がなくて、自分にとっては YouTube が自分の成長できる一つのものだと思って、自分でまた考えながら練習してたって感じです。膝の調子も良くなり、高校で初めてサッカー部に入部。今年から副キャプテンを任されています。練習が緩かったりしたら、カツを入れてくれるんで、背中を押してくれる先輩で、練習とかしっかりまとめてくれて、で日常生活ではしっかり可愛がってくれたり、面白いことしてくれるので、もう大好きです。先生に何でも意見を言える人で、すごい副キャプテンとして仕事を果たしてくれます。 OK、今日っていう、短い時間やけど、しっかり自分自身と向き合ってやっていきましょう。よし、よし、いざ。よし。すごく、頑張り屋さんで、チームをまとめられるすごくいい子だなという感じです。すごくいろんなところ目見えているので、全部は伝えなくても、もう彼は分かってくれて、選手以上の存在かもしれないですね。助かったです。最初はやっぱりサッカー部に入って苦戦したことも多かったんですけど、やっぱり一人でやってて寂しいなって感じることもあったんで、今こうやってたくさんの人数がいる中でできることはめちゃくちゃ嬉しいし楽しいです。そんな松本くんが今得意としているのがこちら。去年なかなか試合に絡めない時期があって、その時に、どうしたら出れるようになるかなって考えた時に、誰も持ってない武器を自分で身につけようと思って、そこから取り組んだのがロングスローでした。これも YouTube で練習してっていう形です。 YouTube で大体自分の武器はできてると思ってます。
常に今できることを考えながらサッカーに取り組む松本くん。今後の目標は？小中ではずっと一人でサッカーをしていて、やっぱり自分が自分がっていう思いだったんですけど、このチームに入ってチームのこともよく考えれるようになって、キャプテンとして選手としてチームをもっと引っ張っていけるように頑張りたいなって思います。YouTube を使って常に新しい技術を習得しようとするその姿勢がとても素晴らしいなと感じました。松本くん、これからも頑張ってください。この後は県内のサッカー情報をお届けします。ここからは県内のサッカーに関するニュースをお届けします。レノファ山口はホームで長崎を迎え撃ちました。中山元気監督が暫定的に指揮を取る最後のリーグ戦、相手は4位の強敵ですが、この試合に勝てば今シーズン初めての連勝です。勢いに乗ったまま新監督を迎え入れようと、レノファは序盤から積極果敢に攻め込みます。前半11分のコーナーキック、ヘディング、中から入ってきました沼田。今シーズンレノファに加入した沼田が強烈なヘディングを叩き込みました。あそこのスペースはチャンスということはコーチが準備しててくれたので、そこにコーチさんがいいボールくれたので、自分はタイミングよく飛び込むだけだったので、まあ、うまく合わせられてよかったなと思います。しかし前半27分でした。ちょっと流れていったところ、押し込んでいきました。相手のスローインへの対応が遅れ、ゴールを奪われてしまいました。これで同点です。勝ち越しゴールを目指してレノファは攻め続けます。ここは矢島、そして山瀬、うまいコントロール、山瀬が狙った。さらにその2分後、ここでも相手からボールを奪いチャンスを作ります。おお、ここは高木大輔、この位置にいた高木大輔、左足中、矢島、矢島の右足。緊迫した展開の中、後半33分、絶好のチャンス。石川から縦パス、さあ抜けていた梅木、梅木翼、これもゴールならず。あと1点が遠かったこの日のレノファ。シンプルでアグレッシブなサッカーを展開した中山レノファ。リーグ戦は1勝2敗2分けの結果となりました。やっぱり多くの、ね、勝利を、ね、やっぱり皆さんにもっともっと見せたかったですし、それが、ね、引き続きまた、まあ、コーチとしてね、そういうものをサポーターの皆さんに、ね、もっともっと見せれるように頑張っていきたいなというふうに思ってます。レノファの順位は20位となっています。そして今週木曜日、エスナイデル新監督がチームに合流しました。雨が降りしきる練習場で多くのサポーターが新たな指揮官を出迎えました。フアン・エスナイデル監督がこれから運命を共にする選手たちと一緒に登場です。メッセージは、人々がQue nos apoyen, que crean en lo que vamos a hacer, que se identifique con lo que nosotros queremos hacer y que disfruten de los partidos, por lo menos que los vibren, que viven con el partido. エスナイデル監督はアルゼンチン出身の50歳。現役時代はフォワードとしてヨーロッパで活躍し、母国の代表に選ばれた経験もあります。2017年からおよそ2年間、J2 千葉の監督を務めました。前線から激しくプレッシャーをかける超攻撃的な戦術が特徴です。Sobre la propuesta sigue siendo la misma, la de tratar de ser protagonista, la de tratar de ir a presionar alto, o sea, mi idea futbolística no cambia al margen de estar en un equipo u otro. Es un compromiso que tengo que lograr de parte de todos los jugadores para defender mucho más en campo rival. 今週水曜日に行われた天皇杯では終了間際に決勝点を奪われ初戦敗退となりました。その敗戦を現地で目の当たりしたエスナイデル監督はここから反転攻勢、逆襲を誓いました。Sí, es un desafío importantísimo para mí y una responsabilidad porque lo quiero hacer bien, pero conociendo y viendo el nivel de los futbolistas creo que se puede cambiar y revertir la situación。エスナイデル新監督は明日の試合から指揮を取る予定です。午後4時キックオフ、アウェーで甲府と対戦します。
そしてその他の試合結果はご覧の通りです。レノファ山口 FC U18 はガイナーレ鳥取 U18 に9対1と大差で勝利しています。以上サッカーニュースでした。山口県のサッカーを盛り上げる番組キックオフ山口、番組からのお知らせです。番組では皆さんからのサッカー動画を募集しています。 YAB のホームページみんながカメラマンからぜひ投稿してください。さあレノファエスナイデル新監督、明日いよいよ初陣ですね。ワクワクするサッカー期待します。また来週キックオフ山口。